からキャス配信中 URL。1名さんいらっしゃい。バルマロさんお疲れ様です。あーお疲れ。なんか天気悪いね。なんか、なんかね、まあある情報なんやけど、バルマロさん今雨降ってないけど部屋はジメジメで暑いよ。あーなんかね、あ7月からなんかね、7月からなんかね、あの鈴木が普通に動くみたい。まあ、少しずつちょっと経済元に戻りつつはあるんかな、うん。まあもうちょっと前に困るんやけどな、うん、でもちょっと今月いっぱいでも暇そうな感じするね、なんか、うん。プロ野球もね、プロ野球が確か6月からか、プロ野球が6月から動き出すんかな。まあしばらくはでもお客さん入れん感じっぽいけどね、うん、オープン戦もあんまりやらんと、もういきなり開幕かやと思うけど、まあ開幕っつっても遅いんやけどね、6月やったら。いつだったらもう4月に始まってるからな。まあ今年はでもあんまりレベルの高い試合は見れんかもしれんな、うん。なかなか選手もね、調整とかうまい具合にできてないだろうからな、やっぱコロナのせいでね、うん。まあ仕方がないな。バルマロさん、まだ解除してない場所人混み多くなっていて、これから先熱中症とコロナウイルス感染重なるとさらに危ないとか言ってるね。ダブルはやばいね。熱中症とコロナのダブルはやばいな、本当に。異常気象もええとこだね。でもだいたいああいう風邪系のウイルスってね、夏場発生、そんな流行ったらいけるんだよね。それプラスでも熱中症だったら本当にやばいな。それなんか台風も近づけよ、ラオ、ほんま。やばいね、うん、本当異常気象だな。バルマロさん、秋冬にコロナウイルス増えればさらに体調管理どころじゃなくなるよね。まあね、うん、今年、あ、つうかまあここのとこ、ここ数年のなんか季節なんやけどね、あの春と秋がねえからな。夏か冬だからな、ほんと、うん、ほんと、まあ、5月で夏ってもおかしいんやけどな、ほんと言うと異常気象だからな、それって。まあ、それが当たり前になってきようからね、もう。
ルマロさん、すでに汗だくだよ。あー暑いね、確かに今日は。肝で売れればいいけどね、売れんだろうな。国内はまず売れんからね、毎年のように国内は本当に売れねえから。海外向けも今回はちょっとあんまり売れんのんじゃないかな、うん、まあ輸出とか輸入がどの程度のレベルで今行われてるのか知らんけど、うん、そんなにね、やっぱコロナがあるからな、輸出とか輸入でそんなにガンガンやってないと思うからね。まあまだ普通にね、緊急事態宣言まんまの国もあるからね。アニメさんいらっしゃい。あー本当でも解除されんかな。まあでも今年いっぱいちょっと厳しい時期が続きそうな気がするけどね、しょうがねえや。やらんとかっていう話があるからね。まあ実際どうなのか分からんけど。マルマロさん、トロン雪帰り引かれそうになってほんと怖い。車に乗るのは良いけど、チャリ操業は慎重でないとなんぼ命あっても足らないわ。まあ東京の方だったらそういうことあるのかね。車が空いてるからね、事故がめちゃめちゃ多いらしいよ、あっちは。まあ、吹っ飛ばすからな、やっぱ車少ないとね。その反動で事故が多いっていう。まあ今日、でも、はあ、もう愛知県は普通に交通量が元に戻ってきたからな。飛ばそうにも飛ばせねえけど。車の運転マナー悪いし、違反してる人も多いから、そういうのを徹底的にパトロール強化してもらいたいね。
ある程度は長く計画してほしいけどね、本当。油断していたらどこで感染するかわからないから慎重な行動しないとね。うん、まあね、まあ俺も今日昼からちょっと掃除とかしよったんやけども、消毒しまくったよあれ、うん、あの取っ手のとことかね、うん、マロさん、消毒してくれていても安心できないね。汚れた箇所あればそれだけで感染するからね。景気は戻ってほしいね、ほんと、うん、これはほんと切に願うわ。つかね、贅沢やな、給付金もう一回ぐらい欲しいよな、うん、もう一回追加でちょっと給付金、まあ1回目の給付金もまだぶっちゃけ来てないんだけど、あんなね、でももったいないのがあのアベノマスクってやつかな、あれ全然役に立たなかったかな、あれ、まあ、来てもおらんけどね、あれあんなに、ね、あれ何億かかってんのか、100億か200億かかったんやろ、あれもったいねえな、そんな金金をドブに捨てるようなことするくらいやったら普通にやってほしいな。いや、給付金とかはまだ狙ってくれた方がいい、商品券とかね。金の方がありがたいわ、ほんま。マスクなんてもう出回りつつあるしね、もう。
人が来んな、忙しいんかな皆さん。明日雨、ちなみにやっぱ雨かね明日は。まあ今日すでにもう小雨になってるけどね。マルマロさん、解除したからバタバタしているのかも。ああなるほどね。まあ忙しいんやな。まあせいやくんとかも普通に動き出したみたいだしね。来年セイヤとリアトツしたいな。あ、なんかね、あれす、あ、2名さんいらっしゃい。あ、主は、ヒデンと言います、よろしく。マルマロさん、アスカミナリマークになっているね。あ、雨か明日。マジか。雨か。しゃあねえな。気温下がるから過ごしやすくはなるんやけどね。マルマロさん、台風の影響だよ。あ、台風の影響か。つかもう5月でもう台風来るんかって感じやけどな。早すぎね、なんか早いわ。ちょっと異常気象だな、5月で台風なんて。え、結構でかいその台風って。大型かね。雨は明け方から激しい雨だよ。ああマジか。え、どの方向に向かうよ台風って。あの四国の南側か東京行く感じ。でもほんま今日めっちゃ渋滞してるな。久しぶりじゃないかな、こんなに渋滞してるの。まあそれだけ普通に企業が動き出したってことかな。マルマロさん、九州が大雨で大変だったからね。ああそうなんか。へえ。え、九州に行って、え、今どの辺におるの台風って。俺全然台風の情報に知らんから。
潰れたんだな、潰れた店があるな。結構コロナの影響で潰れとるとこもあるな、店で。さんいらっしゃい。 あと9分か。まあ今日はちょっと用事があるから、これでこの一枠で終わるけどね。ちょっと選んといけんとこがあるから。マルマロさん、仮面ライダーディケイドの俳優が不倫して妻と離婚。あれ不倫したんか、あれって井上くんやろ確か。マジか。東ですと一緒やんかや。でもイメージがな、俺。マルマロさん、そうだよ。俺井上くんね、不倫するイメージなかったけど、ダメだな、あいつ不倫するんか。それは奥さんを切れたから離婚するわ。なお0804さん、初見ですが大丈夫ですか。ああ、全然いいですよ。うん。磯健さんどうもどうも。仮面ライダー検索ひょっとして。多分仮面ライダー検索だよな、おそらく。いやーでもショックだな。俺角谷つかさめっちゃ好きなんよ。俺かっこええから。なお0804さん、そうです。ああ、了解了解。あ、よかった、通知登録とか通知サポートフォローしていただけるとありがたい。うん、まあ大体俺この時間帯やってるんやけどね、いつも。いやーでもショックだな、井上くんが不倫か。今後のね、俳優活動に影響が来んじゃないけどね。いや、不倫はあかんで。まあ、井上くんも若いからな、まだ いくつくらいかな、あの人。26か7ぐらいじゃない、違ったっけ。あ、確かディケイド当時やってた時が19やったから。なお0804さん、仮面ライダーは01です。あ、01ね。うん。あ、俺平成仮面ライダーだったら大体把握してるんで。うん。あ、まあ01も見ようけどね今。まあね、今コロナの影響でね、ちょっとなんか総集編になってるけどね。まあでもまあまあ面白いわ、でも01は。今新しい展開になっててね、なんか総集編でもなんか若干なんか次の。なお0804さん、アークゼロが気になります。あー、アークゼロね、なんか出てきたね。なんかあのちょっとなんかまがまがしい仮面ライダーにね、あれ多分気になるんやろうけど、うん、変身者とかも気になるしな、あれどういう感じなのか。まあ、なんかアマツガイが変身者じゃないかとかって言われてるけど、多分アマツガイではないと思うんやけどな、あのアークゼロは。うん、まあまあ明らかに敵。カイドウナナさん、こんばんは。ああ、どうもどうも。いあ、カイドウさん、あ、カイドウさん、あれ井上くん不倫しちゃいましたよ。いやー、俺離婚したってのは知ってたね。トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、父さん、こんばんは。マルマロさん、台風は熱帯低気圧になるが中国地方から東京方面の方に来るね。カイドウナナさん、あれ嘘ですよ。あ、そうな。え、あれ離婚してないんですか、また井上君。そもそも離婚自体してねえんか。
んか本人がなんか離婚しましたってツイート上げてたけどね。離婚したのは事実なん？どうなんかなあれ。わからんのよね、俺あの辺全然。海道奈々さん、離婚は知らないけど不倫は嘘。あ、不倫は嘘なんか。あ、そんなんまだよかったわ。いやー、俺ちょっと井上くん離婚、いや、東出の二の舞にはなってほしくないからな。いや、司のイメージとかがあるからね、ちょっと嫌だな、それは。いや、司ってめっちゃ硬派やん。硬派で、かっこいいイメージがあるから。それが不倫っつうのはちょっとね。なお08043、アマツガイが味方になるって噂が流れました。トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、井上さん結婚していたの？あ、なんか結婚してたみたいよ、あの人。うん、かなり前らしいけど、ね、海道奈々さん、あの写真に関しては嘘だってその場にいた人がいてツイートしてる。あ、そうなんか。まあそんならいいけどね。うん、トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、誰と？海道奈々さん、17年に結婚してたはず。うん、そうね、うん、17年に確かね。なんか当時、あ、なんか離婚したのそうだよ。海道奈々さん、息子さんいる。うん、なんかね、うん、お子さんもおるみたい。いや、あんまなんかね、結婚しとるイメージないけどね、井上くん。なんかね、若いからな、あの人。パパってイメージが全然ねえけど。うん、あの人パパなんよね、なんだかねえ、だから。トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、そうなんだ、息子さんもいるんだ。うん、そうなんよ。まあ、なんで離婚したかわからんけどね。まあ今コロナ離婚がめっちゃ多いからね。トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、井上さん今はいくつ？確か29だったと思う。確かディケイドやってた時が19だったと思うからね。それから10年だから単純計算したら29か。まあね、でもなんで離婚したか分からんけどね。まあ今トランプの黒のクラブ、陣内セライア、トランプの黒のクラブさん、なるほど、弱すぎる時に結婚していたんだね。うん、みたいね。なんかね、 俺当時はちょっとあんま知らんのやろね。いつ離婚、いつまでか聞いてた時には俺もう結婚してたんだって思うんだけど。マルマロさん、誰の誰さんが薬物使用したのが流れて本人参っているね。え、マジで？え、それデマかね、ひょっとして。あ、チューチュースタンプありがとう。うん、あ、ちょっと今日はね、ちょっと寄るとこがあるからこれで終わりにするけどね。まあ来ていただいて皆さんありがとう。海道奈々さん、バイ。マルマロさん、本人1週間後に結果出るよ。あ、そうなんか。いや、本当に薬物やってたんだったらアウトやね。うん、サージエリカ以来や。